んばんは、五十嵐レイです。東京競馬場で重賞競争のエプソムカップが開催されます。このレースは例年結構ね予想が難しいのですが、3連単の配当があまりつかないので、今回は馬単で絞り込んだ予想をしたいと思います。本命はフルーキーです。今まで G1 クラスの馬たちと渡り合ってきた実績は高く評価したいと思います。そろそろメンバー的にも重賞制覇を狙っていそうなので本命にしました。そしてこのフルーキーを軸馬に相手を3頭選びました。エイシンヒカリ、デビュー以来1戦しか負けておらず、大胆な逃げっぷりはサイレンス鈴鹿を彷彿させてくれます。うまく逃げ切ればあっさりと勝たれてしまう可能性もありますが、重賞で大敗しているようにうまくスタートで立ち回れない時の器用さに欠ける部分があるので2番手評価にしました。続いては里のアラジン。菊花賞では6着に敗れましたが、去年の菊花賞は最速の菊花賞、それを考えると6着は評価したいと思います。ルメール騎手とのコンビも順調なので、ここは巻き返しに期待したい一頭です。そして穴馬にはペルーサです。長期休養があってもうね8歳馬になってしまいましたが、ようやくレース感覚が戻ってきたのか、前走はちょっとね復調気配を感じるレース内容でしたよね。なので今回のメンバーなら面白い穴馬だと思います。以上、フルーキーから馬単折り返しの合計6点で今回は狙いたいと思います。それでは皆様のチャンネル登録待ってます。ではまたお会いしましょう。